じで、私はこのラジオでね、明けましておめでとうなんですけど、うんうん、ありがたいことに1月25日の月曜日に、うん、生配信予定のワンダショチャンネルにも出させていただくことが、しかも、はい、初兄弟対面じゃないですか。そうなんですよ。すごい、絶対見ると思って。あ、嬉しい。私もなんか初めてお会いするんで、うんうん、今井さんに。そうですよね。ずっと弟っていうことで、うん、アキトに関してはこうプレイ中とかもこう目をかけていたんですけど姉としてみたいな、うんうん、アキトが星4が出た時に、うんうん、ここでも話したと思うんですけど、結構頑張ったんですよ、その、うんうんうん、ガチャを出なくて、で悔しかったんですけど、このちょうどプロセカのレコーディングが年末あった時に、うんうん、私がレコーディングしたその次に、うんうん、今井さんがいらっしゃるっていうことで、あ、うんうん、あ、弟くんだってなって、実際にはお会いできなかったんですけど、うん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 、なんかスタッフさんが気を利かせて、じゃあこのメモにちょっと弟さんへ一言何か書いていったらどうですか。まだメモだった時代ですね。そうです、まだ交換ノートが出来上がる前に、メモを渡されて、うんうん、でなんて書こうな、しかも初対面でなんか急にぶっ飛んだこと言っても、ね、会った時気まずいなと思って、うんうん、弟くんへって言って、私はアキトに、ここでは言いませんけど、運営課金しましたって、姉が出た際はどうぞよろしくお願いします姉よりって言って書いたんですね。書いて、返事がどう来たかわからないんだけど、私は見ました。返事を見ました。交換ノートを最初から最後のページまでじっくり見てあ、姉さんって呼んでるみたいな、姉さんって呼ばれてたみんなのを見て、なんか、あ、この交換ノート制度素敵と思いながら、ね、素敵ですよ、ね、そう、しずくちゃん役の方が、はいはい、なんか自分が演じてるイラストを自由帳いっぱいに描いてるんですけど、すごい、味のあるイラストです。どういうこと、まあ、例えるなら、うん、ピカソというか、そっち系の方か。結構すごいすごい独創的なイラストでしたね。いやいや、なかなかね、会う機会ってね。そうですね、うん、だからなんかこういう機会を通して皆さんとなんか文字を書きながらでも言葉を交わせるのはすごい嬉しいですね、うんうんうん、ね、ありがたいです、うん、なので私はやっと弟に会えるので、ワンダショーチャンネル楽しみでございます。ぜひ